ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。2月29日土曜日の全国の天気をお伝えします。西日本では広く雨が降りそうです。特に太平洋側の地域ではざっと強まる恐れがありますのでご注意ください。東日本でも太平洋側を中心に雲が広がりやすく、関東は南部の地域で夜遅くは雨の降る可能性がありそうです。また北日本のエリアでも日本海から接近してくる低気圧の影響で、道央や道南、東北のエリアで夕方から夜は雨や雪が降り出しそうです。特に日本海側の地域では雷を伴って雨や雪が強まる恐れがありますのでご注意ください。日差しが届く時間帯は日差しの暖かさも感じられそうですが、雨の降るエリアでは寒さが増していきそうです。服装選びには注意してお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。